裁判が嘘って驚いた。まあ別に俺が言ったわけじゃないからね、裁判するとか。うん、じゃ裁判するって言ってた人に聞いてくれば。うん、俺マジで裁判とか、訴えられてないから、ガチで。裁判され、なんか、俺に対して裁判するって言ってた人に対して聞いてくればいいんじゃないの。だって俺されてないから、されてない方に聞かれてもって感じじゃない？裁判どうなったのとかずっと聞く人いるけど、俺裁判されてないからそもそも。訴えられてないからさ。なんか知りたいんだったら、俺のこと訴えるって言ってた人に聞けばいいんじゃないの？違うの？聞く人間違ってると思う。うん。訴えられてない方がさ、裁判どうなったの言われてもさ。なんで、訴状が届いてんだったらまだしも。届いてないし、訴えられてないし。それで裁判どうなったの言われても。訴えるって言ってた人に聞けよ。うん。バカじゃない。結局ね、君たちは、誰かが俺のことをね、俺、関慎吾を訴えるって誰かが言ってたのを聞いてたわけだから、それで言ってるわけじゃないですか。じゃあその言ってた本人に聞けばいいだけなんじゃない？違うの。俺に聞くのおかしいと思う。だって俺訴えられてないんだから。訴状来てないんだから。うん、訴えるって、インターネット上で、俺のことを名指しで言ってた人に聞けばいいんじゃないですか。違うんですか？違うんすか？なんで俺に聞くのよ。意味がわかんない。よいしょ。まず社会に出てから物言いよう、勘違いおじさん。まあ社会にそもそも出たらネットの配信はなかなかしづらいんじゃない？そもそも、うん。発言する場所なくなるっすよね、なかなか。いや、ガチで本当に仕事しようとしたら、多分ネットの配信との両立って結構難しいと思うよ。まあ全くできないわけではないとは思うけど、結構難しいと思う。一般的な仕事に就こうとしたら。だから別になんか仮に働いたら働いたで、逆にこういうネットでの発言する場所とかがなかなか難しいと思う。うん。うん。まあ実際そうっすからね。まあぶっちゃけ配信なんてさ、ガチで働いてたら、はっきり言ってもデメリットでしかないっていうか、もうその本業にね、なんか影響がある、なんだろう。影響出る可能性なんて結構あるからね。うん。ネットでしか発言できないってこと？だってさ、なんか、働いてからなんか発言しろよみたいな感じで、まあ俺の枠来てコメントで言ってるぐらいだから、うん、だからこの人からしたらさ、なんだろう。まあ、俺が働いてからこの配信でなんか発言しろってことじゃないの知らんけど。逆に俺が、だって、どこで発言するの？俺がじゃあ仮に仕事したとして。どこで発言するの？俺のなんかネット上の配信で働いてから発言しろってことじゃないの？逆にネット以外でどこで発言するの？初見です、どうも。だからもし本当にガチで働いたら逆にネットで、ああだこうだ言うのは難しくなるんじゃないですかって言ったわけですけど。やりたいより雇ってくれる会社がない。うん、まあでも、働こうと思えばぶっちゃけ働ける会社はあると思うけど。でも俺ずっとこれ言ってるんだけど、俺なんか雇ったら会社が
会社に迷惑かかるから、だから俺ね、人に迷惑かけたくないんで働かないんですよ。まあ純粋に自分がやりたくないのもあるけど、うん、自分のためだけじゃなく、他人のためにも働かないんですよね。俺なんか雇ったらだってさ、雇った方がかわいそうでしょ、はっきり言うけど。雇った側の会社がかわいそうで。うん、だから俺だからね、すごいある意味なんかそう、会社とか人のことを思っている部分もあるんで、うん、まあ純粋に自分が働きたくないっていうのももちろんありますけど、まあ働きたくないっていうか正確には働けないですけどね。うん、まあ社会不適合者なんで。